雑誌でグラビアやった時にプロボクサーのくせにみたいなことは結構言われました。グラビアやってるからって舐められたくないんで、二足のわらじちゃんとやってるぞっていうところを見せようと思います。美熟女の危険な本気、ゴーシリアコ。正直普通に暮らしててもいつ死ぬか分かんないってことは一番と思うんで、ボクシングは後悔しない人生のために今必要なもの。憧れのボクサーは八重樫明、勝谷美幸。相手の方すごく若いんですよね。で、私サウスポーなので左をうまく使って、もう1ラウンドから倒す覚悟で勝ちに行きたいと思います。もう2連敗してるので後がないかなっていう気持ちで、次で負けたらもうやめるかもって気持ちでやってます。一回り差の女の戦い、ゴーシリアコ VS 勝谷美幸。